ははいこんにちは田中美です私ですねフリーランスで構成作家ライターリサーチャー翻訳家などをやらせていただいてるんですけれどもこのチャンネルでは私が普段目にしたニュースであるとか私が普段生活していて思ったことをどしどし共有していくっていう趣旨でやらせていただいてるんですけれども本日取り上げたいトピックは渋谷のハロウィンについて 規制、えー、に関してちょっと考えていければなと皆さんで思っています。えっとですね今年も渋谷のハロウィンが10月31日にありまして、まあ、自然発生的なものなんですけれども毎年のように多くの方々がハロウィンに当日になるとコスプレをして集まってくると特にその若者たちが多くって。 でコロナ前までは、まあ、それこそものすごい数の若者たちが集まっていて、あの2018年に確かそのトラックが横転するっていう事,故事件が起きて、でそれ、若者たちが何人か、それで逮捕されたりしてて、でまあえーまあ、その前から渋谷に人が集まりすぎじゃないかと、ハロウィンになると、でそれで、規制、まあ、してほしいと、迷惑だからっていうような。 え声も高まっていてえついにそのまあコロナが明けたえ昨年ぐらいからえハロウィンにえまあ渋谷のハロウィンが復活し始めたんですけれどもその時になってちょうど渋谷区の方がちょっとハロウィンにはえハロウィンの日に渋谷駅に来ないでっていうように呼びかけるようになりましてえ今年とかももうえ今年は渋谷はハロウィンはお休みしますっていうような看板が出てたんですね。今日,今日というかえ私も これ撮ったようなハロウィン翌日なんですけれども、えー、渋谷に行く用事がありまして、えー、その看板、えー、実際に目にしたんですけれども本当にノーハロウィンって書いてありましたよねで実際にその昨日は昨日というか10月31日は本当に人が、えー、まあ例年と比べてハロウィンに人がほとんあまり来なくて、まあ、それでも多かったとは思うんですけれども、えー、まあコスプレをした人はまばらになっていたっていうような、えー 記事とかも上がっていたり、報道とかも上がっていました。えー、で、あの、まあ、どちらかというと、訪日外国人の方々が、えー、コスプレをしていらっしゃっているというような、えー、ことが多かったらしいんですね。で、実際にその、えー、まあ、呼びかけの、まあ、おかげによって、その若者たちがハロウィンに来るのを自粛して、えー、渋谷に来るというのを自粛して、なんあのー、結構い、えー、 落ち着ききを取り戻してきたといある、えー、日の渋谷の、えー、あハロウィーンがまだ浸透する前の、えー、渋谷の、えー、10月31日の、えー、状況に戻ってきたっていうようなことになってると思うんですけれども、えー、私個人の考えを述べさせていただきますと本当にこのまま、えー、帰省をして廃れていっていいのかどうかっていう部分は 正直私思ってる部分であります渋谷のハロウィンに関して。で多分あのまあ賛否両論あると思うんですけれどもえ私自身はその過度に規制すべきなんじゃ規制すべきではないんじゃないかなと思っているんですよあの渋谷のハロウィンに関して。もちろんなんかもうコロナ前までのような無法地帯にみたいになるのはもちろん絶対避けた方がいいとは思うんです。 ただその一方で、すごいビジネス的にも、若者たちがみんなで集まれる楽しい機会っていうのを創出するっていう意味でも、なんか新たな人間関係ができるとか人とのつながりっていうのが増えるっていう意味でも、あの渋谷のハロウィンイベントってすごい大事なんじゃないかなってえー私自身は思うんですよ。まあ、えー、もちろん、 ルルーーととととかかマナーとかはは、えー、ちゃんと作っった方が、えー、いいとは、えー、思ってい思てます例えばそのこれまでみたいにその誰でもかでも来ていいみたいな感じになって渋谷がもう、えー、仮装した、えー、若者たちとか人々で占拠されるみたいなもうどこにもスペースがない足の踏み場もない、えー歩くえー、どこにも移動できないみたいな状況になるっていうのはちょっと違うなと思ってるんですけれども、えー、やっぱりその。 例えば、あの、有料の区間、有料にして、えー、当日渋谷に、えー、来る人、えー、まあ、有料のエリアを設けると、具体的には。ここでだな、仮装してもいいし、えー、に、騒いでも、はしゃいでもいいですよっていう有料のスペースを渋谷という場所に設けると。で、そこでだったら仮装しても何してもいいと。えー、まあ、まあもちろん、えー、何してもいいわけじゃないんですけれども、えー、まあ まあ、長ちゃんと守った上えで、何してもああの、いろいろ楽しんでいいですよっていう区間にして、でさらにあの飲食店、えー、昨日とかも、えーまあ、10月31日とかもあの閉めてた、えー、お店とか多かったらしいですね、あのバーガーキングとか、今日あの僕、よく行くんですよ、渋谷に行った時にバーガーキングに、えーあの、バスケットボールストリートって言うんです、今は、あそこの、えー、バーガーキングでよく食べるんですけれども、あ,のあそこもなんか閉まってたと。 いうようよなことをちょっとを X とかでで見たんですけれども実際本当かどうか分かりませんがそういった飲食店まあチェーン店も個人店とかもいろいろ渋谷っていろんな食べ物メニューいろんな国のいろんなメニューが食べられるんであのそういったお店も一律であの10月31日だけ値段を上げるとかそういうようなステムもいいかなと思うんですよね。そ,れそれまあ有料料の区間を設けてお店とかもまあ入場料とかかもも入場 えー、フード代とかも全部上げることによって一定の基準を設けると、えー、そういうようなことをして歩けそういうよういよな基準を設ければある程度その「えー、あちょっと渋谷は今日は高いから行かない」みたいな、えーえー、若者もいると思うしいや、えー「せっかくだから行こう」っていうような形でコスプレをしていらっしゃる方も仮装していらっしゃる方もいらっしゃると思いますし。 えー、そうすればその何というかビジネス的にもすごい美味しいんじゃないかなと思うんですよでなおかつそのこのまま渋谷っていうのをあのハロウィン文化っていうのをなんか廃れさせちゃうとあのインバウンドにもすごい影響あるんじゃないかなって思っていて悪い方の影響ですよねあの、まあ、外国人観光客がその日本のハロウィンを楽しみに、えー、楽しみにやってきた外国人観光客たちが やっぱりその彼らは本場のハロウィーンっていうのを知ってるんであのまあ教えたいって気持ちもあるかもしんないしあの日本のハロウィーンでどうなんだろうっていうなんかえー、あ日本もハロウィーン盛り上がってるんだっていうような気持ちで、えー、新鮮な気分で、えー、来てくれてたパターンもあるかなと思うんですよね日本観光のついでにハロウィーン楽しもうみたいなえー、それができなくなってしまうその機会を奪ってしまうっていうのは あの、今後その10月に、えー、に、えー、法日観光客が日本に来なくなってしまうことにも繋がってしまうんじゃないかなって、えー、思っていて、それはすごいちょっと、えー、美味しいビジネスチャンスというか、それを逃してるんじゃないかなって、えー、個人的には思いますよね。なんで、やっぱりそのハロウィン、ノーハロウィーンみたいな感じで、えー、渋谷から締め出すみたいな、今ちょっと締め出すっていうようなイメージに近いと思うんですよ。ハロウィンに、えー、渋谷に来ないでって。それはちょっとやはりもったいない気がするんですね。 で、なんで、まあ、今後はなんか、こう、有料で、何か区間を設けて、渋谷の街を盛り上げていくっていうような方向で、あの、渋谷を再度、ハロウィンっていう形で盛り上げていってもいいんじゃないかなと、えー、僕自身は思っています。あのー、なんというか、その、これその、X とか、えー、でも参見されるんですけれども、なんか、渋谷に、ハロウィンに渋谷に集う若者たち、ダサいよね、田舎者だよね、みたいな、 えー、コメントがちょこちょこ目につくんですよ。毎年目につくんですよ。僕自身は、僕はあのー、まあ、もしかしたらそれに該当するかもしれないですよね。なんか、埼玉から来てるんだろう、お前らみたいなポストとか見たんですけれども、まあ僕は埼玉出身じゃないですけれども、まあ、僕も東京近郊出身なんで、えー、もしかしたらその渋谷にハロ、渋谷のハロウィンに仮装していくってことをしてたんだとしたら、その、してたとしたらその一人になってしまうのかもしれないですけれども、今東京に住んでますが、 なんていうか僕自身はそんなふうに全然思わないですよね。あのハロウィンに、えー、渋谷に来る人が田舎者だとかダサいであるとか。なんかそういうふうに考えるのって僕はそのなんか言葉を選ばず言えばなんかひねくれた考え方なんじゃないかなって思うんですよ。僕が若者だったら、えーまあ、僕あの渋谷のハロウィンが広まってったのって僕がもう30年 過ぎてからぐらいだったの。ちょうど2014年とか15年ぐらいからだったんで、もうそんなにその、わーって感じではしゃぐような感じじゃなかったんですけれども、まあそれでも僕がもし、あの今20代とか前半とか、えー、10代とかだったら、なんか渋谷で、 えー、ハロウィンってすごい楽しそうだなって純粋的に思うし今もでもそう思ってますし何、あのー、というか若者たちが発奮する機会ストレスとかを、えー解,散えー、解消したりであるとか、えー、友達同士で賑わったりとか新たな友達がつく作ったりとかそういうような大事な機会だと思うんですよなのでそこになん,かなんかダサいみたいなこと言っちゃうとなんかどこでし若者たちは、えー、なんか楽しむ得たりとか 人人ととががっったたりりリアルで人とつながったりすればいいんだろうってか純粋に心配になってきちゃいますね。なのでそんな過度にダサいとかえなんか田舎者だとか思ってたとしても言わない方がいいんじゃないかなって思っててなんかぶっちゃけそう思うのってなんかごめんなさいね本当にえ羨ましいからなんじゃないかなって思ってるところはあるんですよなんかこうダサいっていう反面ちょっと羨ましいよねってなんか。 で過度になんか最近なんか自粛っていうものに行き過ぎてる気がするんですよねハロウィン以外にも、えー、あらゆる物事に関して、まあ、コロナに関しては自粛するっていうのはもうありな選択肢だったとは思うんですけれどもなんかそれをなんかこう何でもかんでも、まあ、芸能人のスキャンダルとかもそうなんですけれどもなんかちょっとしたマイナスでちょっとしたマイナスじゃないパターンもあるかもしれませんが、えー、そういったのでなんかすぐ自粛であるとか、えー、事務所辞めちゃうであるとか、えー、活動休止であるとか えまそれがなんか今度若者単位に広まってハロウィンにえ来るなみたいなえ渋谷に来るなとか繁華街に来るなみたいなのになっちゃうとなんかこうよりその人と人とのつながりが希薄になってしまうっていうかえそういうふうになってかないかなって思っていてなんか今大人たちが若者たちのえ間で。 つながり人と人とのつながりが希薄になってるっていうのを危惧してるじゃないですか。SNS でつながってるけど、あの、リアルでのつながりか、みたいなことを、なんか、警鐘を鳴らせると思うんですよ、大人たちが。その大人たちが、あの、カードに自粛を求めるって、なんか、言ってることとやってることが違うんじゃないかなって、えー、僕自身は思っているところがあって、なんか自分たちが若者だった時のことを思い出してほしいなっていうふうに思ったりもするし、 そうですよねなんかこうなんかカードに出さないとかえいうふうにしてなんか変な印象を植え付けようとするっていう風潮よろしくないなって僕自身は思ってはいますもちろんその先ほど申し上げたようにルールとかマナーとかはちゃんと守っていかなければいけないんですけれどもなんかこう。 エンターテインメントの機会を、私自身がそのテレビ業界とかそういったエンターテインメントの業界に所属してるからそう思うのかもしれないんですけれども、なんか過度にその、えー、若者の、では楽しい若者じゃなかったとしても人が楽しむ機会っていうのを奪うっていうのは、よろしくないことだなと思っています。せっかくそのハロウィーンっていうのが日本で有名になってきたんだから、 もっとどんどんそれを活用していった方がいいかなって私は思うんですよ。このままだと本当に渋谷のハロウィンがされることによって日本のハロウィン文化自体がせっかくこう上がっていったところガーって急降下していっちゃうことにもなるかもしれないからビジネスチャンスとしても人々が楽しめる機会っていうものにしてもなんかそういった機会を過度に奪自粛自粛って言って奪ってしまうっていうのは。 ええー、まあ、奪ってるつもりないかもしれないんですけれどもね、ええー、規、あ、制、のー、をかける側からとしたら、ええー、まあ、それはちょっと、えー、私自身は、あんまり賛同しかねるところではあります。まあ、僕も若かったら、すごいハロウィンとか、えー、ぶっちゃけですけれども、渋谷のハロウィンとか、1回でもいいから、体験したかったなと思ってはいるところです。今の若者なんか、すごい羨ましいですよね、なんか。 仮想ととかかしたりとか、えー、まあそういう時期はもう一緒に一度なので、えー、私自身はどんどん楽しんでみてくださいというように思っております皆さんどう思ったでしょうか、えー、ご視聴いただきましてありがとうございましたこの動画がもし良いと思った方は高評価ならびにチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますそれでは